ちょ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 誰誰誰誰ああ冬木君どうしたらいいどうしたらいいかな終了今日寒いかなうんそっちは何時に起きんのよじゃあもう俺ちょっと行っちゃうようん気をつけてうん言わないようにしてくださいねうん大丈夫よスーちゃんにね、協力してもらって翔太にドッキリを仕掛けたいと思います、はい、ファンが急に家に押しかけてきたらどうするかいや本当にマジ分かんない分かんないよね分かんないちょっとさ、スーちゃん声をちょっと通常バレないようにさ難しいとこやな喋り方にあとねやっていこうとりあえずはちょっとインターホンを押してうんうん、うん無言で無言でね一回そうそう一回ねちょっとそれ やってみるうん、うん、オッケーじゃあちょっとはい。何？誰ですか？え、何怖いんだけど、え、怖い。え？怖い。怖いよ、これ。これ怖いね。怖いよ。出るかな。じゃ次さ、うん、なんか喋りかける。うん、喋りかけよ。翔ちゃんぐらい。うん。どれぐらい低い声の方がいいかな。そうね。低い声でやってみようか。翔ちゃんぐらい。うん、はい。はい、はい、はい。誰ですか？え？なに？やば、バレてないかな、まだ。ね、誰って言ってたから、うん、バレてはないと思う。どうする次会いに来たようにみたいな感じですここにあいるんでしょみたいな出てきてよ会いたいよみたいな言ううんそういう感じでやってみよううん、オッケーうんだ誰ですか兄ちゃん誰兄ちゃんよ翔ちゃん兄ちゃんよ出てきて何誰やだなあ、電話かかってきたんだけど。あ、嘘。出て。うん。あ、もしもし？もしもし？なんか変な人がいる。え、どこに？玄関に。なんか、わかんない。俺の名前呼ぶ。怖くない？なんか、黒い人。サングラスしてて。でもなんか何も答えてくれない。どうしたらいい？どうしたらいいかな？え、もうとりあえずさ、家にいないよ。俺さ、まだ帰れないからさ。
え、どうしたらいい？とりあえずさ、俺が帰るまでさ、ちょっと。でも何回も鳴らされたらどうしよう。え、じゃあもう今度から無視しな。うん。うん。あ、うん、分かった。じゃあまた。うんうんうん。大丈夫？はいはい。はーい。はーい。何時何時電話かけてきた。なんか、黒ずくめの変な人いるんだけど。いや、それ怖いわな。それ怖いよね。うん、じゃあちょっとしばらく経ってから、また来ます。ひょにょもしもし、うん、はい、うん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 、はい、あ、開けるよ。ビビったビビったごめんごめんごめん、外して外して、誰でしょう。すーちゃん、もうやだ、もうりょうくんがさ、もう俺もさ、したくなかったんやけど、りょうくんがさ、しろしろうるさいからさ、ビビるよね、そら。つーちゃんでした。終了。ショータ。やめてよ、これやめてやめて。かっこいいよ。やめて。やめて。かっこいいよ。やめて。本当にやだ。なんやめてし。いや、怖い。だって何も喋んないんだもん。喋ってたよね。違う、名前呼ぶだけでさ、何ですかって言ってもさ。ああ、そうね。怖いです、そりゃ。え、そりゃ怖いよな。はい。というわけで、今回はですね、翔ちゃんにドッキリを仕掛けてみました。見ました。イエーイ。いや、どう？どうしようかなって思って、うん、ビビってたもんね、声がね。うん、電話かけてきたもんね、変な人いるんだけど。わかんない、どうしようって思って、うん、よくなんか、あれだね、警察とかに電話しようとか思わなかったの？確かに。おぉ！何？なんで？今の映ってたかな。なんか視界が入ってくるかなって思って、うんうん、あ、そうなの。いや、俺これじゃビビらんやろ。ビビ。いや、俺はビビったけど、俺はビビったけど。面白かった。ごめんね、翔ちゃん。あ、いいですよ。うん、いや、ほら、ファンがね。もしかしたらね、こういうこともね、あるかもしんないからさ、急に押しかけてくる。やめてほしい。シミュレーションとして。うん。いや、もう、本当にやめてください。よくない。もし家を知ってたとしても、本当にそれは、確かに確かに。ちょっと、うん、控えていただいて。そうね。はい。うん、お願いします。遠くから見守ってもらえればね。確かにな。ひょうにょう。Oh,
はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。最後なんかある？なんか、いや、まあ、面白いと思ってもらえたら高評価のボタンお願いします。お願いします。チャンネル登録もお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。つーちゃんもありがとう。ありがとう。